ドゥビルは GM が製造、キャデラックが販売していた自動車である。プラットフォームは GM 系プラットフォームを採用した。同じプラットフォームを使用しているセビルは日本やイギリス等の左側通行諸国でも販売できるよう右ハンドルを加えた世界戦略者であったがドゥビルは日本を除けばアメリカやカナダ、中東といった一部の国々にしか販売されていないために 左ハンドルのみの販売となった。生産はミシガン州のデトロイトハムトラミック組み立て工場で行われた。エンジンは V 型8気筒4.6リットルノーススターエンジンを搭載し4足ハイドラマチックトランスミッションが組み合わせられる。トランスミッションはフロアタイプとコラムタイプがある。また駆動方式は FF となる。グレード構成は標準車の他に DHS および DTS グレードが用意された。DHS はドゥビルハイラグジュアリーセダンの DTS はドゥビルツーリングセダンの略である。エンジンの仕様に関しては標準車と DHS は出力重視、DTS には出力、トルクともに向上されたエンジンを搭載している。メーカーオプションとしてナイトビジョンが乗用車として初めて採用された。 価格は高額であるものの導入当初は装着率が高かったが年を追うごとに装着率が低下し2002年に廃止された1999年11月に日本国内販売を開始したラインナップは中間グレードの DHS にナビゲーション等を備えたコラムシフト採用モデルのみ投入されたエンジンの仕様が セビルと競合をするために最上位モデルの DTS は販売されなかった。ナイトビジョンに関しても当初は運輸省の認可が遅れたために2000年4月に発売された2000年モデルのメーカーオプション品として供給された。2005年2月9日にマイナーチェンジモデルし DTS が発表された。かつてグレードの名称であった DTS がモデル名に採用され、 初代から50年以上にわたって続いた、デュビルのモデル名が消滅することとなった。デイビルは、フランス語で、都市、町を意味する。アメリカでの本来の名称は、デイビルであったが、日本語で、デビルと表記した際に、悪魔と誤解される可能性を考慮して、言語間の発音と表記の問題から名称が変更されている。日本国内においては、先代モデルまでを、 フリートウッドエレガンスやコンコースなどの社名で販売していた。この10代目モデルについては、フランス語発音のイントネーションを変えた表記、ドゥビルという名称を採用している。ありがとうございます。